中で食べれたお菓子についてっていう話ですけどね。影で食べれるやつやから、あのお菓子禁止なんて食べれないんですよ僕らね。なんかバカな質問を、死ぬ気かっていう話やで、ね、ふうに即死や、むさぶるように食ったよ俺キャベツ太郎、うまいね。だから野球で言うたら2番バッターとかはパリンコがいいんじゃないかなと思うよ俺。パリンコパリンコって何？パリンコ知らん？パリンコ、パリンコ、ポリンキーちゃん、いいよ、パリンコ、パリンコって渋いなって思うよね。パリンコやろ、一応これがパッとあるやろ、パリンコとか、なんかこう、なんちゅうのこの文字の感じとか見てよ、もうほんま2番にいいよね、パリンコ渋いわ、巨人に言った昔の可愛いみたいな感じ、うん、じゃあもうそのついでに3番どうなるの？3番はやっぱそのある程度やっぱジャバリコとか来るよね。4番はカキピーやね、もう王道やもん。だってすごくない？カキピーのポテンシャルって俺すごいと思ってるから、ちょっと小腹すいたなっていう時にカキピーとか最高やん。いや1番は誰やったんすか？1番か、これ1番持ってくるな。攻撃型でいく？攻撃で肩でいくんやったら攻撃型って何なんでしょ？1番で攻撃型以外あと何がいるんですか？俊足型とかですか？攻撃選球眼が良くて、いろいろこうなんか小技でいくんかっていうか、王道にヒット打つバッターなのか、うん、もうなんか初球からガンガン打っていくぞみたいなタイプでいくのかっていうところよ。いや、それ分からんわ。ちょっと待てよ。俺もちょっと考えんけど。どうやってそういう風に打順になっていくんだ？ちょっと待てよ。え、4番が泣いた？4番はカキピーやな。だからカキピーってやっぱすごいね。デパートリーのあの豊富さ。カキピーっていう商品の中でも、4つぐらいをこうやって袋に入れたやつがこうセットになってるパターンから、100円、100ちょっとで、こう1袋、こう入って、ピーナッツと、カキピーとこの入ってるやつ、ピーナッツなしのバージョンもあるやん、うん、だから1,2,3 の流れでどこを置いてもいいわけよ。パック4袋パックの袋になったやつゴンっていくのか、ピーナッツ抜きの4番になってもええしっていう、この4番のあり方みたいなのが自由自在。この辺がカキピーすげえなって思う。で5番はもう決まってんねん。そういうことな。5番はもうドンとランナー返しちゃう。俺もちょっと4番行かしてや。4番行っていい。俺の4番ね。もう4番来いよ。あの、ピザポテト。ははーこってりきたな。おう、これしかできませんの4番やな。そう、もうパンチ効いてるこれ。もう一発これ。なるほどね。うん。ポテチの入りの、あの、ピザの味が入るんだ。これ絶対4番。重量級の4番やな。重量級の4番。で俺、それ近いところにこれしかできませんで、5番で長打打ってほしいなっていうのは、こう、すっごいね。皿の溜まり具合と骨ぶっこ、骨ぶっこ、あ、ごめん、骨ぶっこちゃう、ぼんち上げ、ごめん間違えた、ぼんち上げ、あ、ぼんち上げ、ぼんち上げが5番、 あったぼんち上げ、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 おお、だから 3,4,5 結構もう俺はもう決まっとるね。だからじゃがりこかつおとね、ミレーが今のところ出てこないですけどミレーやっぱ渋い、ミレーやっぱ渋い。9番や、1番につなぐぽいよな、うん、そうだよな。2番パリンコ言うたろ。2番パリンコ、そうだ。だから攻撃型で行くんやったらイカの姿フライか。イカフライ1番。あ、イカイカフライ。ちょっと派手さがないよね。あと6,7,8ですよね。よし、ようそんだけこうお菓子がパッパって思いつくのがすごいわ。そういう人遊びばっかりしてんねん俺。実は。え？俺な。一人でそういうの一人遊びやってるから。これをあの中学生と一緒にやってます。マジで。いやでもええことやな、そうやって休み時間とか、あ、そんなんやってんねや。指原は何番やなとか言ってそうやね、芸能人でラジオ組んだりとか、あ、それを子供らとやってんの、うん、あ、やってるというか自分で喋ってるんですよね。うん、子供ら呆れてない？わっかわっかわっか盛り上がってんの？明日やろうかなとか授業暇な時俺こんなことばっかりやっとったんやとか言ったら、え、めっちゃおもろい監督とか言ってコミュニケーションは取れてるわな、ほんならだから俺のその芸能人のちょまず9番まで完成させる。9番まで行く？9つ出てくるお菓子、あと6,7,8です。こうやってお菓子も子供らとやるの？この前なんです、これやったきっかけはな、あの小町とな、一緒にな、車でちょっと遠いとこに試合やった時一緒に行くやんか。で運転変わってくれはんねん、コーチがさ、運転しなかったらその瞬間寝てまんねん。あ、寝てるな。であかんから、だからもうどねんかして起きとこうと思った時に思いついたのが、このお菓子で打順組もうよ一緒にっちゅって一回組んだ話
組んだっていうことはほんなら9個もあるってことやな。やったよな、やったと思う。でもその時の3種が多分変わってないはず。うん、だからそれぐらいだって柿の種、じゃがりこ、ボンチャゲ、リスペクトがすごいだよね俺、3、4、5に関しては。だから7番ぐらいはポッキーでいいんじゃないかなと思ったんですよね。結構重めで来てるからさ、3、4、5来たやろ。うん、でポッキーもやっぱりあのなんちゅうのいちごのポッキーもあるし、ちょっと高級だな。うん、いろんなバージョンあるやん。あの辺だから変幻自在やと思ってだからポッキーだなって。だけどなんかお菓子の感じがこんな感じじゃないやん、ポッキーって感じがスラッとしたやつ、ね、7番生かしたいかなみたいな。がっつり系ないな。ほんだらがっつり系は少ないんじゃない、渋いやつとな。8番はどうしようかっていうね、愛されキャラやな、やっぱ8番には。こいつやっぱりあれやけど他のバージョンとは全然味違うよねっていうのでキャラ際立つやつ。もうキャラだけでお前そんなに野球上手くないかも分からんけど俺やっぱ試合に出てほしいと思うって思わせるやつを8番に置きたいから。宮古昆布宮古昆布を8番に置きたい。え、スコンブ。うん、そうですね。遠足の時とか子供の時絶対持っていけんかった。スコンブな。だから結構宮古昆布には思い入れがあんねやろ。だから8番は宮古昆布でいきます。じゃあすごいわ、感心するわ。長打欲しい。ちょっと得点入りにくそう俺のボーダー、うん、どこかで途切れてまいそうやな。つなぐ、ちょっと軽そうですね。軽重めのやつがいい、うん、パンチ効いてんのか。もうちょっとなんかパンチボンってもう一個あっても良さそうな、ちょっと優しいな。じゃあハッピーターンかやっぱり6番はハッピーターンも優しいけど、優しい。え、なんで優しい。優しいや。結構あのパウダー化学調味料抜群だと思うねや。化学調味料抜群だけどちょっとなんか味がドーンっていう感じじゃないですもんね。そうマジでドーンや。なんていうミレーと比べてみてよ。いいな。なんかカラムチョぐらいなのか。あ、そこまで言ったら、でもうちの色とちゃうねん、うちのチームの色とちゃうねんな、うん、やっぱハッピーターンや。それはチームカラーがありますから当然、うん、か全然ちょっと味の違うところで、うん、パイの実。あー、パイの実な。箱の感じのイメージからしたらでもちょっとありやと思うよ。重量感が、ね、重量感あると思うよ。中はサクッとしてるけどね実際は。パイの実見た目からしたら重量感あるけど中はサクッとしてますよみたいな。具合もあったこうなんかこうガッガッとさせるみたいな6番バッター。まあでもあいけたわ。いやでも軽量打線やな、だいぶね。うん、小林さん1番は。俺1番プリッツ。あー、食べれんわ俺プリッツとか。出てけプリッツっていうフレーズが出てけ。プリッツ2番キノコの山。あー、いいね、いいね、うん、いい、こっちよりよ。いやいや、でもなんか1番、うん、2番、そうはあるやん、うん、はい、3番。3番はタケノコの山。おお、親戚が来ましたね、ここで。へー、なんで2と3が違うの。その2と3って、あのプリッツから行ってキノコの山って、うん、棒あるやん、うんうんうん、あれもあっさりや、はい、でチョコレートや、はいはいはい、今度タケノコの山は中がビスケットっていうかなんかちゃうやん、クッキー生地、クッキー生地のあれやん、チョコレートとか3番やん。あれやな、だからチョコとこのビスケット感との半々のこの割合の食感が3番やよ。そう、分かるわ。どっちか言うとあれやもんな、あのキノコの方はチョコの部分が強いから。そう、あ、4番がピザポテトで、4番がピザポテト一気に来るよね。こう4番から一気になんちゅうの、4番で全部返しますみたいな感じですね。いや、そう福留めや。そうや、福留めやそんなすごいな。いや、すごいな。自分すごいな。今まで喋ってる時に俺もずっと考えながらこう喋っとって。ええわ。5番で。5番な、うん。5番がちょっと迷ったんや。ほう。チョコパイ置きたかってんけど、チョコパイは6番や。一緒じゃないですか、さっき。共通やな。チョコパイってやっぱ6番の6番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 6
なるほどなるほど、うん、あのあれやな、強弱強弱みたいな、そう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 、外の出し入れ内攻めるみたいな、そうそうそう、メリハリ結構効かすな、うん、おうおうおう、7番ですね。じゃあ次飲んで7番チョコパイやろ、うん、チョコパイの次は、うん、何やったかな。7番って意外とさ、あのスクイーズできたりいろいろできるやつがさ、7番追ってくれると結構楽やん。出てももらわなあかんねんけど、買い出せや言うても7番結構大事やねん。いや大事やねんけど、うん、大事や大事や。誰や7番な、うん、7番はあっさり系がええねんな。7番8番あっさりかよ、うんうんうん、そこで7番どうしたい。小林大輔はどうしたい。ベビースター行ったら小林、あ、それ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 、ベビースターや。なんで当ててたんすか。それ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 の、おそれ雰囲気、雰囲気、そう、ベビースター、ベビースターや。あのチキン味な、えー、な、はい、うん、えー、な、ぽい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 わ。この流れからしたらええわ、ベビースター、いいわいいわ、ええー、だ、順組んでる、そうやろ、おう、いいな。なんで笑いすぎやろ、ワクワクするな、それそれそれ、ベビースターもやろ、ええだ、順組んでるって。主観でしかない。で8番がエビのエビのな、エビ満月や、あ、それ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 、うわー、だいぶ渋いとこ来ましたけど、いや、むしろむしろ俺もそれはオーダーの中に入れるべきやった存在や。エビ満は、うわー、エビ満2番でもええんやけどな、俺もあれやったら、あー、そこ行った、おー、ええわええわ、ええだ、順やで、それは8番よ、もうラストラストやな、ラストや、9番、9番もちょっとパンチ効かしたい、あ、パンチ効かしたんや、うん、うわー、俺はあれかなと思ったけどな、9番ちょっとパンチ効かしたい、ちょっとパンチ効かしたい、俺やったらもうこの流れで言ったら9番かりんとうやね、うわー、俺かりんとう食べへんからな、食べへんのか、かりんとう食べへん、うわー、俺はその流れやったら9番かりんとうかなと思ったけど違うな、うん、自分やったら何いくね、9番あの覚えてるかな、エンジェルパイって知ってる。アホやこいつ、なんでやねん。なんでそっからまた始まって上につなぐみたいな、おお、うん、ええー、な、これが BL や、このオーダーええでしょ。さあ皆さん、これで試合した場合どっちがええ試合するでしょうか、勝つかっていうことね、またあのコメント欄でご投票の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ようこんだけ喋れたな。これ何